はい、続きになります。スライム、ジェリーでしたね。前回の続きだね。ここ踏んだら毒を食らったんだよね。というわけで、解毒の魔法とか、もろもろを取って、装備に盾が追加されましたね。攻撃力が高くなってると、どこ調べんだっけ？ここだっけ？よいしょ。攻撃力が強くなってますけど、これは、ね、光の剣というのをですね、あの200回ある塔から取ってきまして、攻撃力が爆上がりしております。序盤から最強の剣を取って、挑んでおります。暗証カードも持ってるってあたりがね。あ、ここか。はいよ。さあ、じゃあここから地下の町行って、洞窟行って、ドラゴン倒しての流れですね。よし、ギオン、離させろ。地下の町へようこそ。何のこと？相変わらず話せませんね。昔は地上で暮らしていたんだが、てんてんてん。ドゥンドゥンドゥン。ここ銀行か。ナンバー13にだけは気をつけた方がいいよ。ひえ、お許しを。なんだ、取り立てじゃなかったのか。あんまり脅かさせるなや。どうです、兄さん。ちょっとだけ遊んでいかないですかい。後にしときます。でんでんでん。よ、よ、よ。私の角笛、盗まれてしまったのよ。あれがないと幻想の町へ私は帰ることができないのよ。おい。大きな湖の底には大きな宮殿が沈んでいるんじゃよ。みんな優しい。夜月で話してる。でん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 。何のこと？何のこと？あ、ちなみにレベルは4つ上げております。現在レベルが8ですね。いくら戦っても、あ、はい。町の隅にある倉庫はなんだか薄気味悪いよ。何のこと？あれ？あ、飯食ったのか。地割れに落ちて死んだ俺の友達が死ぬ間際に宇宙が見えると言い残したんだ。馬鹿げた話だよね。この人たちは宇宙が分かってんのかな知らないはずなんだけどな。存在してないが。何のこと？この倉庫の中に入った人間は時々行方不明になるらしい。おー、いいと思う。やってやろうじゃないか。何のこと？で、こっから当選棒されてるから、これでも選択肢が多くて迷うんだよね。中には入らない方がいい。で、この人が夜になると毒のかななんて思ったりとかしてましたけど、毒かないんだよね。だから、この裏から入るっていうね。これだよ。なんだよと思いますけどね。あれ？ちょっとお話ししようぜ。あ、違う。たまたまこっちに配置されただけだ。ほんで、全部空っぽで、ここだけ正解。足元を見る。そうすると、罠はない。空っぽだった。で、もう一回調べると、もう一度よく調べてみたら、なんと宝箱の下に奥深く、奥に続く洞窟への階段があった。これちょっとさ、昨日も思ったんだけどさ、その、ダークソウルの、大元っぽいよな、これな。壁を調べなきゃいけないとかさ、二度調べなきゃいけないとかさ、なんで一度じゃないんだっていうね。知らなきゃ意味がないじゃん。というわけでランプ使います。ランプじゃなくスーパーオイルを使うのかな。そうだね。これで明るくなるはず。あ、来た来た来た。
パーン。あ、なんだ。あ、あいつか。あ、幽霊がいるね。95! おお、結構もらえる。で、そしてこの曲が僕はとても好きだ。ダラダラダダダダ。ちょっと、ちょっと。ダラリダラーラー。グールかな？おお。あ、だだだ。あ、ちょっと待って。魔法。治癒。今、調べるんじゃない？治癒。後ろに下がれる。うわ、はあ、はあ。参ったね。はまらなきゃいいんだけどな。はまっちゃうところが良くないよね。さて、一回ここでセーブするか。ほいほい。上行って。ありゃりゃ。ここ上行ってもしょうがないの。悪霊か、幽霊じゃなくて。お、経験値120、大きい。あー、もうずれるな。ひー、怖い。壁抜けてくるし。まあでも抜けてこない敵もいるからいいか。ありゃ、ちょ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 、よくない。薬草何本あんの？11個。11個あれば大丈夫だろう。ほんとか？ちゃ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 、あー死んだ。ロード、なんだろうな。まあでも、あー、もう大体の位置はわかるから。あ、わかってねえよ。一応でも幽霊の攻撃程度ならかわせるようにはなってんだな。ああ、なるほど。はい、わかった。うん、こっからもう間違ってんだな。おおおおおお、ここで上がって、これ右向こうとしても右向いてくれない時とかあるから、そこ
こが困りどころね。まで来ちゃった。どうしよう、持っていけるかな。セーブ一回。いやでもこの場所にあるのは多分違うと思うんだ。もっと奥のやつだと思う。完全体力回復剤か。じゃあ持ってていいか。ただ重くなったら困るんだよ。じゃあここで敵が出てる。よし、おおおおお、あーここが抜けるのか。なるへそ。ん？なんだ？あ、オイルが切れそうだ。もう本当にもう下向けないのが辛いね。かかったんだね。おお、なるほど。ゾンビの攻撃はかわせるけど、悪霊の攻撃があんまりかわせないと。そんな感じかな。やめろっつんだよ。魔法の呪文しよう。だから、もうあと3つしかアイテム持てないのか。はい、
あれ？ここの？これでいいのか。そうだね。じゃあ、あーはーはー、こら。まあとりあえずここでセーブでいいと。死んでないしな。マジか。え、これで倒せるんじゃないっけ？ここじゃないっけ？あれ？違ったわ。ロード。危ない危ない。あ！しまった！ここでセーブでいいかって言ったから、ここにしちゃったよ。あれ？ここか。これで、前に出てきた時にブシッて当たればもう倒せるんじゃないっけ？しまったっけ？当たってないって。倒すんだっけ。で、この画面だと魔法使えないんだろうな。そうそうそう。なんとかしてここを倒さないともう出れなくなっちゃったじゃん。いけんのかどうかを確認しよう。だから、スローにして、あ、うん、いけるはいけるな。なるほど。適正距離から叩いて逃げるのか。はい、頑張ろう。ここかな。はい、でセーブして。横ダメなんだ。横で良かったんじゃないかな。正面からしか取れない。
正面だけみたい。ちょっともうズルンコを使いますよ。普通のスピードでできるかな。一回普通のスピードでやるか。うわあ、やっぱ無理か。ああ、ダメだ。これは普通のスピードじゃ俺は無理だ。あはは。まあでも本当はやり方でうまく避けて体力があるうちに叩くのがセオリーだったり、槍かなんかで聖なる槍みたいなのがあればいいんでしょうけど、僕はもうある機能は全部使えますよ。目パチパチってやって、はい、叩いて、これをあとはもう繰り返していくだけですよ。これパターンないからな、基本的にな。まあでも順番があるからいけなくはないんだけど、もうここで出しちゃおう。いずれ倒せるだろう。パチパチっつって、うわーっつって。結構シビアなんだね、ここのアクションゲーム部分。昔もっとなんか簡単に倒した記憶があるんだけど、まあでもここが一番の山場だし、このドラゴンと、ラスボスのバラリス以外はボスいないから。ん？あ、やっつけてるのか。やっつけてるっぽいな。うふ、左はやっつけてるってことで、やっつけてないじゃん。もうじゃああと山間で張るしかないんだ。そうだよな、倒したら倒れたグラフィックになるよな。真ん中で張ってりゃ来ねえし。今度は、おお、危ねえ。全然来なかったね、左側。うわあ、位置取り厳しい。チョン押しが反応しなくなってんだな。で、一発しか入らないし。まあでもスローモーションが使えるだけありがたいよ。また来なくなっちゃった。うー、怖い。
なに攻撃力あって入ってますよってなってもそれでも落ちないの？マジで？これありがてえ。初めてスローモーション機能を使ったけど、ありがたいね。よいしょ。ああ、いったいった。そうだよね。こうだよね。つうわけで。ああ、上向かないな。8発ぐらいかな。あ、ご飯食べる。真ん中残そうかなと思ったけど、多分頻度高いのこいつなんだよな。ほら。だから、こっちを先にやっつけた方が、多分。てんてけてんてんてけてん。おお、こっちに貼ったら今度来なくなっちゃった。てんてん。てん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 てけてんちゃなびんらんらんらん。あ、やばい、交互になった。じゃーん。あー、向こうばかりになった。まあでも勝てるだろこれ。今準備不足でした。わ、これ微妙な操作がミスるんだな。ないね。まあ、昔はキーボードで遊ぶもんだったから、感度の高い十字キーだとやっぱこうなっちゃうんだね。360度入力の良くないところですね。いや、あ、右ばっかりになっているよいしょ。あと何発当てればいいのかな。さて。結構長いんだね。まあでも苦戦するか。よいしょ。当たらなければいいんだけど、こんなん当たっちゃうよな。もう僕はお年寄りになってできなくなったので。で、このゲーム、このドラゴン倒せなかったらまた、その、出発地点まで戻されるからね。それも怖いんだよね。よいしょ。うわぁ、この一手。ああ、行った行った。最後ぐらいは通常スピードで挑んでみるか。うん。ああ、ほら、絶対無理だって。反応がどこでやればいいか分かんないもん。あ、いった。ああ、無理だ、無理だ。いやあ、昔のゲームの人はこれなかったんだよ。むしろ4倍でやれる人がいたらすごいな。もうあとここしかないから。
ここで位置を調整。うわっ、調整させてくれよ。一応攻撃のチャンスあるんだな、これね。よいしょ。3回 ?4 回 ?5 回 ?6 回 ?7 回あ、行かなかった。ごめんごめん、動かなかった。9、ああ倒した、終わった。で、オイルがなくなったんだね。戻してね、魔法の呪文で一回治療して、で、道具を使ってスーパーオイルを使う。ボス戦の間切れてないだけで、実は切れてたってやつなので、この辺にある。ふぅ、マジか。あー危ねえ、幽霊、マジか。まあまあ、セーブはしてるからあれだけど、なかなかに厳しいことをやってくるんだな。ちょっと待ってね、調べるって。で、これは罠がかかってるはずだから、宝箱を魔法で開ける。効果がありません。嘘。手で開けていいの？宝箱を手で開ける。宝箱は毒針の罠だった。はい、じゃあ魔法の呪文でとりあえず移動かな。まず一回移動して脱出しちゃうんだね、これでね。そうすると、ああここに来るのか。魔法の呪文を使う。解毒で、今自分の状態は持てる重量が 19,000kg に対して、あれ持てるのか、ああドラゴンの牙あるね。じゃあ歩けるんだね。あ、歩けるね。よかったよかった。だから宿屋に泊まらなきゃいけないんだな。ちょっと待って。見えないんだって。どこが墓なのか。ああ、だったと。よし。まあでもマジックポーションがあり、ライフをどうにかでき。宿屋はこっちだったはずだ。ここか。ふぅ、はあ、インチキしたけど勝てたぞ。はい。もう僕は、0.5 倍速じゃないとダメだね。おやすみなさーい。よし。じゃあ、これで、お弁当もあるはず。あるはずじゃ困るんですが。あると思うので、ちょっとちょっと、でん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 、おいどいどい、こうやっていいかな。このドラゴンの角を王様に届けに行くんだね。
はい、ここで暗証カード見せなさいって言われるから、前回の動画では撮ってなかった暗証カードを使います。おい、これ持ってれば自動じゃなかったのかな。さて、じゃあ王様に見せに行こうか。ちなみに暗証カードはね、ここで拾うんです。応接室っていうのがあって、女の人が落としちゃってんだね。あ、向こう側にいる。で、この応接室の中にあるから、まあ、拾ってくださいってやつだ。テンデレテンツンタランタンダガダン。ほら、王様、何か持っておらぬか。持ってるよ。ほう、ドラゴンの牙か。これは珍しい。としてわしの宝物庫の中から好きなだけ宝を持っていくがよい。はーい。じゃあ、そうさせていただきます。ね、ドキドキ。ただ、どこに何が入ってるか忘れてるからな。多分ここを調べればいいんだろうな。おほーい、おほーい。多分ここの2つだろうな。王様の許可が出たからね。多分ここにはしょうもないものしか入ってなくて。でも間違ったら嫌なのでセーブしときます。あれ、空っぽだった。ここじゃないのかな。ユミちゃん人形だ。いらない一回使ってからロードするぞ。ユミちゃん人形使う。はーい、私ユミちゃん。はははジョークです。あ、ここじゃないんだ。あー、じゃあもう忘れてんだ僕。ここになんだっけ、その湖の神殿を蘇らせるやつがあるんだけど、この辺を調べたらなんかあるのかな。特に何もないか。うへー、オイルが切れそうだ。何のこと。王の許しを得ているなら好きにするがいいさ。はい、じゃあこの3つアタックしてみようか。はーい、私ユミちゃん。クソが。足元を見る。あ、これこれ、ジムの巻物を取って、それでいいはずなんだ。あ、重くなってる。重くなっちゃうから、ジムの巻物で取って、あ、いいのか。ジムの巻物だけ取ればいいんだな。ここね、ジムの巻物ね。さて、じゃあこっから水の神殿に行くんだけど、まあステータス足りないんですよ。 またこっから10ぐらいレベル上げなきゃいけないので今日はここまでだね。ズルで三つ首ドラゴン倒しただけで終わりますけど、まあでもユミちゃん人形を見せられてよかったかな。湖がこっちにあるから。いや、でもこの塔の設計が200回でさ、
で、この200回のうちに光の剣がどっかに隠されてるっていうのは、やっぱすごいと思うよ。むちゃくちゃだな、というか。はい、怖くない、怖くない。よいしょ。これは本当に、でもまあ、一本道のストーリーって言えば、一本道のストーリーだし、でも、悪かないよね。さて。この上かな。そうだね。おい。どこで使うんだっけ。セーブ。ここで使っちゃっていいのかな。ジムの巻物。ジムってのは、ハイドライド1の主人公だね。あ、大丈夫だった。このエリアだったらどこで使ってもよかったんだね。で、多分この手、ここのエリアの敵がバカみたいに強い。あー、来たー。あー、これはダメだ、死ぬぞ。うーふーふー、あー、でもいけそうだな。うわー、ギリギリか。え？このアタックポイントで足りないの？マジで。とりあえずセーブして、ちょっとレベルが上がるぐらいまでやったら終わりでいいかな。あいつらの経験値を見て、ほんで、決めよう。まずは回復。まあまあ、こっちの、こっちのあれがね、良くないからね。まあでも、ここでね、レベルが。ああ、挟まれた。うぃー護衛ロボットね。うわ、とにかく当たらないんだ、ロード。あれ？なんとかのソーマも持ってたと思うんだけど、もう使っちゃったのかな？いや、ソーマの灰は持ってんのか。持ってるけど、自動発動じゃないのか。そういうことか。で、まあまあ、でもこう、その場回復ができるしな。そうじゃなければ、もうちょっと多分ね。動けなくなった。あれか。なんか落とされたんだな。もうちょっと、ロボットの経験値を確認したら今日終わる。で、またレベル上がったらお会いしましょう。いやー、ひどいね。でんてけでんてんてけでんてんてん。ああ魔法の呪文。治癒2回。強いなぁ。あー、逃げちゃった。逃げちゃった。これ一匹倒すの相当大変ですよ。まあなんとかやれるけど。いやー、これがだから、その、そうね、3回に1回ぐらいで。うわ、経験値105だって。死んだ。経験値105しかもらえないの？まあまあ、回復は近いんだけど。洞窟で稼いだ方が良くない？あ、でもそのためにはオイルが必要なのか。じゃあ今日はここまでです。ありがとうございました。いやー、ずるっこずるっこですけど。
でもあとこの神殿クリアしたら次は、この神殿クリアして宇宙服手に入れて宇宙行ってっていうことだからいいと思うんだけど。あ、わかった。わかりました。まあなんとかなるでしょう。まああと鎧が弱いっつうのもあるね、多分ね。まあ次に会うときは装備とか変わってると思います。じゃあ終わります。